ふとかい漁港は千葉県鴨川市、ふとし海浜にある漁港。鴨川市が管理する第二種漁港で港湾としての正式名称は浜波ふとし漁港。ふとかい漁港前景、ふとし海浜の風景房総半島南部に位置し、黒潮を眼全に控え、小さい漁港ながら古くより工業場を持つ漁港として栄えた。 江戸時代には漁獲物を江戸の市場へ輸送するための速度の速い王装船も存在したと伝えられる。特にイワシやカツオ漁が盛んであった。海岸の磯はアワビの工業場でもあり、高い漁獲量を誇った。明治時代には鈴木松五郎が水産加工に尽力し、ふとし産のカツオ節はふとし節の異名を取るほど担うと驚かせた。現在もその伝統を受け継ぎ、 カツオブシは名産となっている。漁港のすぐ沖約50メートルには観光名所のニエモン島があり、渡し船が漁港から往復している。告げ吉春、ネジ式に描かれた場所。ふとし海浜の漁村は背後に急旬な小山が喫立している丘陵地帯であり、ニエモン島から眺めるとその独自の地形と異様な雰囲気が確認できる。この独特の地形のため漁村は 狭い路地が複雑に入り組み、狭い石段や急坂を挟んで、小さな家屋がひしめき合い、迷路の様相を示す。古めかしい旅館のある通りもあり、時代から取り残されたような景観を残す。告げよし春を旅する、高野新造、江沢館公式サイトが赤ゆかりの宿千葉、県立美術館元館長、高橋住久。2019年10月28日へ閲覧。 ありがとうございます。